熟成中のカントリーハムカントリーハムは塩蔵及び燻製によって製造されるハムの一種。ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、テネシー州、バージニア州、ジョージア州、ケンタッキー州、メリーランド州他近隣州で生産される。バージニアハムはバージニア州で生産されるカントリーハムである。バージニアスタイルとは生産地ではなく塩蔵方法を指している。 カントリーハムは硝酸塩の有無に関わらず1から3ヶ月間、塩造される。一般的にヒッコリーやレッドオークなどの型着によって燻製されるが、ノースカロライナ州のソルトペッパーハムのように燻製されないものも存在する。燻製後、数ヶ月から3年ほど熟成する。熟成の期間は肉に含まれる脂肪の量によって変化する。 カントリーハムはすぐに食えせる状態ではないが保存には適している。店舗では一般的に骨付きのまま冷蔵されず刻印のついた布袋に入れた状態で販売される。また、あらかじめスライスされ真空包装されたものも販売されている。丸焼きにしたカントリーハムカントリーハムにはスライスしてフライパンで炒める、丸焼きにする、水を何度か変えながら数時間茹でるといった 調理方法がある。丸ごとのハムを食するには、表面の塩分やカビなどを取り除くために数時間に、渡って、水につけたり、表面をこすり洗いしたりする必要があるが、そのようにしても、なお非常に塩辛い。カントリーハムの魅力は、この塩辛さにあるとする人たちもいる。カントリーハムは表面を削る、こすり洗いをするなどして剥がし、スライスして炒めたものをそのまま食することもある。 また、表面を残したまま炒めることもある。伝統的には、ハムの両面に軽く、焼き色がつく程度に少しだけ炒める方法もある。片面30秒程度しか焼かないということも珍しくない。炒めたカントリーハムは、大腿骨の断面を残したまま全体をスライスしたものが前菜として提供されることも多い。ハムを炒めた後に残った肉汁で、 レッドアイグレービーが作られることも多く、その場合水、またはコーヒーをフライパンに追加して調理する。一般的にハムステーキは3、8インチの厚さにスライスされる。炒めた、または茹でたカントリーハムは薄切りにされ、バターミルクのビスケットやベアテンビスケット、イーストロールと共に、時には溶かしバターとブラウンシュガーのソースを添えて、強される。 カントリーハムの生産地域では、教会の夕食や結婚式のレセプションで、ハムビスケットがよく見受けられる。切れ端や調理された骨、切り落とされたかかとの部分は、野菜や豆腐を調理する際に味付けとして使用される。カントリーハムは、イタリアの非加熱のプロシュットに似ているが、プロシュットは燻製にせず、一般的には、カントリーハムよりも水分を含んでいる。また、 クロッシュとは伝統的なカントリーハム、ステーキやサンドイッチ用のスライスよりもかなり薄くスライスされる。米国では金貨ハムが USDA の輸入規制によって入手できないため、それを使用するレシピではカントリーハムが代替としてよく利用される。ありがとうございます。